佐々木亮は、日本の男性シンガーソングライター。広島県三吉市出身。2016年、丸カ食品のイカ天セとウチレモン味 PR 大使に就任。1988年4月24日、広島県三吉市に生まれる。ドラマーの父、ピアニストの母、クラリネット奏者の姉を持ち、天真爛漫な幼少期を過ごす。広島県立八次小学校に入学。 当時から熱狂していた広島東洋カープに影響され、5年生の時にスポーツ少年団に入り、野球を始めたが1年余りで退部。退部の原因は当時コンプレックスだった肥満体系を指摘されたためである。その後、自宅倉庫にしまってあった父のクラシックギターを触り始めたことがきっかけとなり、音楽にのめり込んでいくこととなる。8時中学校在学中。 アコースティックデュオ19に刺激を受け曲作りに没頭する。両というアーティスト名で地元、広島県三吉市にあるヒミコにて初ライブを行う。その際、ヒミコライブメンバーにて作成されたコンピレーションアルバムひげミルクティーに初のレコーディング音源君がいたからが収録された。広島県立日明館高等学校に入学してからは 当時ブームであった青春パンクに影響を受け、同級生有志を集い、ハッピータウンを結成。ボーカルギターを担当。バンドに熱中しながらも、弾き語りでのライブもこなしていた、高校3年生の時、学校の音楽の先生から封筒を渡され、そこに、高校生創作音楽大会音楽甲子園2006と書かれていた。それを飲みにした佐々木は、音楽甲子園に応募。 全国100組のエントリーの中から見事優勝。エントリー曲は朝焼けのスター。同年、広島県三好市三良坂町にあるハイズカダムの竣工式イベントにゲスト出演し朝焼けのスターを含む数曲を披露。その際、司会を務めていたのが西田敦史であり、その後の佐々木の音楽活動に強く影響することとなる。 西田厚がメイン MC を務めていた RCC テレビイブニングフにて、両の特集が組まれた。音楽甲子園金賞受賞をした両が夢を追いかけ、上京するという内容の密着取材であった。その中で、日明館高等学校卒業式にて、卒業生全員が両が作詞作曲をしたフレンズを大合唱するシーンを撮影する予定であったが、 学校側が拒否。代わりに、卒業式後、学校付近の公民館で自主開催した卒業ライブが放送された。生徒会長を務めながらも、音楽に没頭する、あまり学業の方はかんばしいものではなかった。卒業見込みを同級生の中で最後にもらったほどであった。香川博光、ドレッシング、淵上里奈、ヤルキスと友やす也と共に結成したスペシャルユニット。 ありがとうございます。